はい、本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。整体院リプラみぞろです。本日も痛みにお悩みのあなたの痛み解決のための情報を発信していけたらなと思います。今回はですね、肩甲骨剥がしの続編になるんですけども、すみません、ちょっと私以前の動画で言ってなかったかもしれないんですけども、今回お伝えしている肩甲骨剥がしとか肩甲骨の運動っていうのはですね、まあ、五十肩とか四十肩とか肩の痛みがある方にはもちろんなんですけども、まあ、特にですね、腰痛のが終わりの方、ですね、にもうぜひやっていただきたいエクササイズに全部なっているので、もうぜひですね、試しにやっていただけたらなと思います。やっぱりですね、以前もお伝えしたんですけど、肩甲骨の硬さっていうところがですね、関節的に腰痛の原因になっておられる方って結構多いので、ぜひですね、もしかすると肩甲骨が動き出すことでですね、腰痛改善する方、まあ、軽い方とかでしたらいらっしゃると思いますので、ぜひやっていただけたらなと思います。ですね、今回はなんですけど、前回まで肩甲骨の基本的な動きっていうところを出すようなエクササイズをしていったんですけど、今回はちょっと筋肉ですね、肩甲骨に影響を与える筋肉をほぐしていくようなエクササイズをお伝えしたいと思います。で、肩甲骨には17個の筋肉をくっつくっていうお話ししたんですけど、これを一つ一つほぐしていこうと思うとやっぱかなり時間がかかるのと難しいっていうのも一つあります。専門家でも全部ほぐせるかどうかっていうと、ちょっとわからないですね。ほぐせない方もいらっしゃるかもしれないんで、今回はですね、その肩甲骨の動きにかなり影響を大きく与える筋肉ですね、を、セルフでほぐしていくような、エクササイズをお伝えしたいと思います。でですね、今回ほぐしていく筋肉っていうのはですね、こちらですね。ご存知ですかね、広背筋っていうですね、広い背中の筋肉って書いて広背筋で、名前の通り、骨盤から背中の半分以上にくっついてて、最後、腕ですね、上腕骨の前側、こう後ろから前に出てくる筋肉です。で、この筋肉っていうのはですね、非常に人間の体を動かすときにですね、よく使う、まあ、使い勝手がいい筋肉なので、ここを使いすぎてしまってこの筋肉が硬くなっている方かなり多いです。で、ちなみにこれアウターマッスルなんで、どちらかというと体を安定させるような筋肉ではないですね。パワーを生み出したりですとか、動きを出していくような大きな筋肉になるんですね。なので疲労もしやすいですし、硬くもなりやすい筋肉になります。で、この筋肉が硬くなることで、やっぱり腰痛だったりとか、肩の動きが悪くなったり、肩の痛みっていうところにすごくよくつながっている原因になっている筋肉になります。で、じゃあなんでこの筋肉が肩甲骨に影響を与えるのかっていうとですね、この肩甲骨の、見てもらったら分かるんですけど、肩甲骨の下側を覆っちゃってるんですね。で、ちょっと消しますね。で、肩甲骨はですね、ここの一番下から尖った部分って下角って呼ぶんですけど、この下角っていう部分が一番、どんな動きに対してもですね、ここが、一番動きます。なので、この下角にくっついてる広背筋が硬くなってしまうと、下角自体の動きが悪くなってしまうことで肩甲骨の動きが大きく阻害されます。全方位ですね。肩甲骨の動きっていう自体ですね、ちょっと関節の構造上視点がちょっと分かりづらいんですけど、動く場所っていうのは基本的には肩甲骨がこうあると、この下角の部分ですね、下角が挙上にしても下線にしても上方回線、下方回線にしても内外転にしても一番可動性が出てる部分なので、この下角の部分っていうところがしっかり動けば、肩甲骨っていうのは意外 と、大きな動き自体が出てくれることが多いです。なので私自身もその価格の部分っていうのを治療することが多いので、その価格の部分を動かしていくために、先ほどお伝えした広背筋をほぐしていくエクササイズをちょっと今からお伝えしたいなと思います。でですね、まず、先ほどの広背筋っていうのはですね、この背中の骨盤の後ろ側からですね、ずーっと、まあ、背中のほうと後ろからですけど、広背筋の下を通ってここまで付着します。で、触りやすい場所としてはですね、皆さんで、あなたのですね、この脇の下の後ろ側、こう触るとグッとつかめる場所があると思うんですね。ここをちょっと親指キュッと入れていただくと、コリコリした部分が
多分あると思います。これが広背筋です。なのでまずはここを見つけていただいて、これをしっかり親指とこの指でギュッとつまみます。ギュッとつまみます。ちょっと痛いかもしれないですけど、しっかりつまみます。このつまんだ状態でですね、ご自身で反対の手で自分の肩を持っていただいて、このままこの下の手は絶対離さずに肘を大きく回していきます。はい、10回ぐらい回しますね。1、2、3、ちょっと痛い方はすごい痛いと思うんですけど、1、8、9、10、そしたら今度は前に行きます。またしっかり押さえたまま10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、結構です。でこれをまあ10回10回やっていただくだけでも、先ほど言った広背筋っていうのは緩みます。最初見とけばよかったですね。前後で見ていただけたら分かると思うんですけど、手を上げた時の上がり具合とかですね、今分かりますかね。ごわざとじゃないですよ。左手耳にくっつくんですけど、右手ってちょっとつきにくいです。これなぜかっていうとですね、広背筋がしっかり伸びてきてくれたことで、肩甲骨の価格自体が外にしっかりグッと出てきてくれるようになったっていうことと、腕側も前側にもつきますんで、ここも柔らかくなったことで腕が前に上がりやすくなっているってことですね。でただ、筋肉っていうのはですね、変化が出やすくて持続性に乏しいってところがあるんで、やはり継続してやっていただく必要があると思います。でこうやってですね、ほぐれた後にですね、まあそうだけど広背筋のストレッチ、こういったストレッチですね、やっていただけたらより効果的に、筋肉自体が伸びてほぐれてくれると思うので、ぜひやっていただけたらなと思います。はい、じゃあもう一回だけちょっと言いましょうか。こっち行きますね。じゃあご自身の脇の後ろの後ろ側のここ掴めるところあると思いますので、親指でちょっと探していただくと、ちょっとゴリッとしたものがあります。これ広背筋です。これしっかり手でギュッとつまんで潰します。はい、で反対の手は自分の肩を持った状態で、このまま前10回、後ろ10回、息吐きながらですね、ちょっと痛いと思うんですけど、しっかりここ離さないで、しっかり押さえたままやります。でやり終わった後に軽くストレッチしていただければなと思います。はい、ですね、今日は、肩甲骨の動きに、多大な影響を与えます広背筋のほぐし方というのをお伝えしました。これに関しては、肩の痛みがそんなにない方はですね、肩の痛みが強い方はちょっと、やめていただきたいなと思うんですけど、まあ、特に近畿とかもないので、ぜひやっていただけたらなと思います。では今日はこれぐらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では。